桜ももう散りましたが、この桜と同じように散った女がいますハウトゥーベースボール、今日はですね、まず反省会からやらなくちゃね。矢口ちゃんね、はい、まずはまあ最初に詫びなきゃいけないのはこの方でしょうね。はい、田之倉さんお願いします。はい、どうも田之倉さん、おはようございます。そしてご苦労様でした。すいませんでしたもう本当に申し訳ないです。あんなに練習付き合っていただいたのに、はい、いや本当に、はあ、何だったんだろうあれは。とりあえず見てみましょうか、はい、あの時の。いいよもう見るの。え、あれから見た？見てないっす。ちょっと見ましょうよ。いやだよ、もうそろそろ傷も癒えてきた頃でしょう。いや癒えてない、癒えてない、ね、見られてるって思った瞬間すっげえ緊張しちゃったんですよね。あーすごい、あーもう怖い。こっからね、ちょっとお前ちょっと落ち着け、ゆっくり、あー怖い。何度見ても笑えるね田之倉さんいかがでしたか。でも範囲内だよ。いやいやいや、それだけ甘いんですか。優しいんですよ田之倉さん。いやあれね、はい、やめればよかったの、足上げていった。そうなんです。でも本当に何回も後悔して、あれやめたら絶対面白かったと思うよあれやめても、取られて、うん、はい、その後ちゃんと投げたら、うん、笑いも取ってストライクも取って最高だったんですけどね。やっぱ根本的にヤウちゃん真面目なんだね。でもその始球式の前のなんか緊張してる時にですね、田之倉さんから電話いただいたんですよ。あの当日行けないんでっていう電話と、うん、で矢口ちゃんもうとにかく気持ち大きく、うん、もう自信持ってっていうのを聞いてたのそれが本当に一番だったんですよ大きく持てなかったね。持てなかったんですよ。でもその時に田之倉さんが言ってたのは、その技術とかのこと言わなかったなと思って、気持ちの面で多分失敗成功ってなると思うんですよ、うん、それを言ってくれてたんだなと思って、後々やっぱすごいなと思いましたけどね。いや僕らも結構矢口ちゃんと付き合い長いんで、はい、僕もスタッフも、はい、矢口ちゃんのことを大抵知ってるつもりだったんですけど、まさかあんなにメンタルが弱いとはいや違う、本当緊張したんですよ。なんでしょうね、本番直前の練習はすごい良かったから。そうなんですよ。あれね、シチュエーションとちょっと違っちゃったんだよね、はい、こう入ってくるのはシチュエーション通り、はい、もう練習通り入ってきて、まず審判が後ろにいなかっただろう。いないです、うん、横にいたろ。横にいました。でダルビッシュは横に向かってるだろう。そうですもうあれでおかしくなっちゃったな。そうです。で、うん、審判の方が、うん、はいどうぞっつって、こうちょっと軽めに、なんて言うんだろう、うん、はいどうぞやってみたいな感じの、うん、だから私早く投げなきゃって思っちゃったんですよね、うん、なんか重々しい空気が逆になかったんですよ、うん、だからね、なんかこう早く投げなきゃと思ってプルプルプル。早かったね早かったよ。そっか、後ろにダルビッシュがいたってのがちょっと、まあでもなんかね、練習の時もでもずっと後ろにあのマネージャーの勝田さんいたでしょ、うん、勝田さんねあれじゃダメだった。勝田さんも全然ほら緊張しないですもん悔しいですか。悔しい、本当にリベンジしたいですか。もうこれやれるもんだったらやりたいです。番組スタッフですね、はい、リベンジできないかってことで、いろいろ考えました。はい、で、あの前回あの始球式お願いした鈴木さんに、はい、もう一度連絡取ったんです。いや、ちょっとどうにかしてね、始球式できませんかって、はい、なんかほら海外ロケがポシャっちゃったわけですよ。そうですね。だからスタッフも必死です、お願いしますと、はい、もう一回できませんかって言ったら、まあ、無理ですとそんなね、昨日今日でまた始球式同じ人が投げるのも、まあね、そんな話ないですから。ないですね。そこをどうにかできませんかとお願いしたら、はい、二軍ならいいよと。マジで。いう話、実はいただきました。はい、嘘。それが、はい、今度の4月。ちょっと待って。4月20日です。すぐじゃんか。マジで。4月20日だから今日収録からもうおよそ20日間です。やることが決まりました。やめてやめて。場所は千葉の鎌ヶ谷です。
い球場だよ。いい球場。ちゃんとした、ちゃんとした球場。ちょっと時間なくないですか。いやだって今までやったじゃん。あとはもうメンタル面。あとはメンタル面だけど。そうですか。千葉駅前にね、鎌ヶ谷大仏って一回大仏あるから。そこ一回手合わせてから。手合わせてから。行こう、始球式。わかりました。これであのちゃんと、はい、もちろん何もなしはつまんないってことで。はい。この2軍の始球式で見事ストライク取ったら、はい、海外ロケ。おお、マジで。ただこれは泣いてもらっても最後のチャンスですから、はい、あのもしこれでストライク取れなかったら、はい、あのヤグッちゃん置いてみんなで海外ロケ行きます。やだやだ、マジで。ええ、まあ、でもこれ本人が、もう始球式なんかやりたくないってなったら今の段階だったら断れます。いや、やりたいです。やりますね。はい、わかりました。じゃあ頑張ってください。わかりました。はい、20日後20日後です。うわっ、緊張してきた。やばい。いや、もうそれ再びにならないように頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。はい、じゃあ、お母さん、ご指導の方お願いします。お願いします、はい、頑張りましょう。というわけでヤグビッシュ始球式リベンジ決定。4月20日火曜日12時55分頃、日本ハム対ジャイアンツ。鎌ヶ谷スタジアムへのアクセス方法はご覧の通り。次こそストライクなるか、皆さんぜひぜひ応援に来てください。